お元気ですか？谷村新司です。2021年からスタートしました、あなたと一緒に旅をする、そんなラジオ、ラジテレです。今回はやっぱり旅のお話かなと思っております。それも瀬戸内地方に特化してちょっと話していこうかなと思っております。コーヒーでも紅茶でも、お水でも何でも飲みながらゆっくりとお楽しみいただければと思います。さあ、それじゃあゆったりと今日もラジテレ始めてまいりましょう。さあ、瀬戸内への旅と今回はタイトルをつけてみました。東の方、北の方にお住まいの方にとって瀬戸内っていうのはちょっと遠い場所かも分かりませんね。僕らが一般的に瀬戸内と呼ぶ場合は、岡山県、広島県、山口県、そして、四国側で言えば香川県と愛媛県、この瀬戸内海を挟んだこのゾーンを瀬戸内と呼んでおります。小さな島々もたくさんありますけども、淡路島っていうのも、あります。地図的にこの辺りだなと、なんとなくイメージしていただけると嬉しいなと思います。この辺り、谷村はもう昔から、縁が深くて、大切な友達がたくさんいてくれてる、そんな場所でもあるんですけども、まずは岡山っていうと、ある時までは、単にコンサートで訪れている馴染みのある町だったんですけども、ある時、僕にとってはもう大切な、先輩でもある、ある男性から備前焼という、窯元さん、備前焼の窯元さんを紹介したいんだと言って誘ってくださいました。そして、その方に連れられて初めて備前の里に行きました。そして、その時に、僕らに紹介していただいたのが山本東秀先生、もうお亡くなりになられたんですけども、備前焼の人間国宝として本当になんか、美しいおじいちゃまでしたね。そしてその山本東秀先生の息子さんで雄一先生がいらっしゃって、山本家と、親しくさせていただくようになって、そこからその備前焼というものを自分でも、挑戦してみようと思って、それを始めたことによって、友達がどん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 、できていった。